今回はレノジーのサブバッテリーの紹介の動画です。はい、宅配駅キャラバンには100アンペア H のスマートリチウムイオンバッテリーが2台積んであります。はい、充電器もレノジーの走行ソーラー充電器を使ってます。これのおかげで屋根のソーラーパネルと走行充電、走った時にメインバッテリーからも充電されます。ここにメインのスイッチがあって、あ、じゃあまず照明かな。これが主電源ね、うん、で、この2つが照明、うん、照明これちょっと手前はオレンジ色が違います。色だってちょっとわかんない。大丈夫かな。じゃあ出来たてほやほやの水道行く。水道行きましょう。そこのスイッチで水道が出ます。プッシュシュみたいなのがもう一回やるよ。うん、うん、水道が出ます。そう、水道が使えます。電気のおかげで。それでそこがキッチンの照明。もう一つ。そうで、奥は寝床の照明とか。インフラ。インフラ。インフラです。インフラ、うん、でインフラで言うと、あと冷蔵庫。ああ、超重要だね。冷蔵庫もこの40リットルのエンゲルの冷蔵庫動かせます、うん、と FF ヒーターね。もちろん冬に寒い時に大活躍。インフラ的な使い方のやつは全部12ボルトでバッテリーから電気を取って使えるようにしてます。で、100ボルトの家電はこのインバーターにつないで使えます。あ、そう、炊飯器とかね。炊飯器が一番よく使うかな、車中泊だと。うん、そしてきた、充電始まった。こんな感じで家電も使えます。うん、ここからこうバッテリーの充電器に太いコードがつながってんだけど、これはこのスライドドアステップの中を通ってこの下のメインバッテリーにつながってます。でエンジンが入るとメインバッテリーからバッテリーに充電されます。サブバッテリー、エンジンがかかった。走行充電マークが光った、一番左な、うん、これでバッテリーがもっと減ってる状態だと500ワットとか、うん、700ワットとか出るときある。すごいよね。結構走行充電はかなり充電してくれる、うん、長距離移動するときはもう安心で。このシガソケの出力も取ってて2個あります、うん、例えばコジャックリーが枯渇してきた時にこれ充電したり、これもサブバッテリーから充電ができるようにしています。まあ、45ワット出てるね。うん、まあ、これぐらいのポータブル電源だったら残りのバッテリー残量とか気にせずに充電できます。うん、バッテリーのモニターもレノジーのやつ使ってて、ちょっと残量表示がこっちの方が正確だから、うん、スマートリチウムバッテリー専用のやつもつけてるんですけど、全体的な表示はこっちの方が見やすいからどっちも使ってます。収支がプラス 0.0 なんとか。こいつを45ワットで充電しているか、今これを充電しつつ、うん、あのソーラーパネルからバッテリーを充電してるので、うん、終始ゼロみたいな感じ。ちなみにソーラーパネルのケーブルはこっから入ってきてて、壁の裏を通ってこの下のバッテリースペースに配線を通してます。かなり前に作業したやつで汚くなってんだけど、ゴムのブーツのところに穴を開けてソーラーパネルからの配線を引き込んで、メンテしやすいようにって言ってここ穴開けたままにしてるんですけど、結局もうこのまま使ってます。あとね、ここもね2台用のライトをつけたりしてる、電気関連で言うとね。
サブバッテリーの仕様をまとめたものです、はい、バッテリーの容量は 200Ah あります、うん、走行充電は最大 50Ah でだいたい 300W から 700W で車走ってる時は充電されます、うんうん、ソーラー充電は屋根についてるソーラーパネルが 320W あって実際はまあ天気次第で0から 200W ぐらいで充電されるようになってます、うん、でこの下が実際に車中泊で使ったことがある電気製品です。動画の中で言ってなかったやつで言うとドライヤーとか電子レンジとかあんまり使ってないのもあってこのスポットクーラーとかハロゲンヒーターはかなり電力が使うし常に監視が必要っていうので実際はあんまり使ってないです。消費電力でかい&長時間使うものだから、うん、ちょっと使いすぎちゃうと電気がね逼迫してしまうので監視が必要っていうね。そうでこれが実際に車中泊の旅の1日の中でどんな感じで電気を使っているかっていうのを季節ごとにグラフにしてみました、うん、じゃあまず緑から、うん、冬以外のちょうどいい季節の時春秋ぐらい季節、うん、あ気候がちょうどいい時気候がちょうどいい時だから空調とかはあんま調整しなくていい時期ってことだよね。満タンからスタートします。うん、で夕飯の時に炊飯器と照明を使うからちょっと減ります、うんうん、で寝る時は冷蔵庫が稼働している状態電気とか全部消しちゃうけど、うん、冷蔵庫だけは ずっと24時間動いてるね動いてる、うんうん、で起きた時点でまたちょっと減ってて朝飯の時にソーラー充電ちょっとされるから、まあ、増えるかトントン、うん、冷蔵庫も日が出始めるとソーラー充電がされてくるからだいたいその時点で80-90ぐらいあるんだよねだいい季節だと、ねうん、全然余裕だよね。でそっからこれで言うと2日目は移動するじゃん、うん、そしたら走行充電っていうよりも最強の充電がされるからもう夕飯の時にはまた100に戻ってるっていう感じです、うん、それの無限ループだから安定的に電気を使えるっていうことだよね。で冬の場合はこれに FF ヒーターを使うっていうのがあるからちょっと減りは大きくなります、うん、この青い線でこのグレーの線は失敗例なんだけど、うん、真夏に一晩中スポットクーラーを稼働したらバッテリーが枯渇したことある、うん、切れたことある切れてなんか次の日朝太陽昇ってお願いソーラー充電してくれみたいな、うん、マジでこれは困った、うん、困ったバッテリー残量ゼロ結構困るのが水道のポンプ使えなくなるとかそう水道も出らんしで照明もつかんしかなり困るそう冷蔵庫も止まるしね、うん、それもやばいよね、うん、なのでこのスポットクーラーを一晩中つけるってのはほぼっていうかやらないね私の中ではもうそれはやらないようにして、うん、夏はあの涼しいところに遊びに行けばいいよねっていう、うん、そういう考えに変えたよねそういう考えまとめると総じて快適に使えていますうん、長旅でもさっきのループで全然心配なく電気を使えてるし、うん、マジで気にしたことない電気がなくなるっていう心配をしたことがないないない基本的にね、うん、でもさっきのグラフ見ても分かるけど移動しないでそのまま連泊しても数日は持つ、うん、あの形になって走行充電がなかったとしてもある程度ソーラー充電で持ち直すし、うんしかもソーラー充電できなかったとしてもそんなめちゃめちゃ減ってるわけじゃないから別にまだまだ余力ありって感じでいけるよね、うん、そうで今みたいに普通に使ってて 50% 下回ったのってほとんど見たことないよね、うん、見ないねさっきのスポットクーラーとか使った時はしょっちゅう下回ってたんだけど、うん、衝撃の 0% だね衝撃の 0% でもさっきも言ったけど真夏はどうするのかっていうとあのスポットクーラー事件の後はもう涼しいところに行くっていうのを徹底してます、うんあるいはどこも行かないとか本当に暑い時はあの引きこもって編集してる、うん、編集をしてる元も子もねえわって話だけど、でもほら山の方とか行くとめっちゃ涼しいもんねめっちゃ涼しい本当空調とかいらんって感じ、うん、っていうか北海道とかねあそう、うん、であと最後に概要欄にバッテリーの情報あるのでぜひチェックしてくださいはいこんな感じかなうんはいじゃあ今回もありがとうございましたありがとうございました今日は灼熱なんで、ファンを強にしてここに設置しますと。で後ろから感激くんがこう頭から冷やしてくれると、うん、こういうフォーメーションで。今日はね、なかなかの熱帯夜だ。今日は熱帯夜だよ。さっきより若干下がってる。さっき34度ぐらいあった。
では。じゃあ、おやすみなさい。この状況初めて見たよ。したところでやろ。0% やばい。うん。90で入ってればもうこれ使えるんじゃない？うんうん。もうちょい待った方がいいか。あ、でも 11.6V だからやばいわ。こんな電圧見たことない。これもうそこだわ、そこ。